ップモバイルっていうのはアドビとアップルがタイアップして、モバイルでのクリエーション、アタックプロとアドビのアプリケーションでのクリエーションをこう支援しようそういう企画なんですけれども、それの、イベントがニューヨークで行われて、そこに唯一参加したのがニューヨーク。世界で唯一参加したんだけど、ツイートはしたんだけどまだ記事書いてないということで、ちょっとその概要についてまず伺いたいんですけど、これどういうイベントなのか。伸びたらポッドキャスト、いやもうドリキン YouTube で行きますか。了解ですね。昔アドビが90年代にキャンプアドビっていうイベントをやって、何かというとマッキントッシュが出てくる前の年、1983年に来年マッキントッシュとかが始まります。これによってクリエイティブな世界が全部変わっちゃいますってイベントがあって、そこで、に呼ばれたのがポール・デイビスってすごい世界的な絵描きの人とか、もう本当そうそうたる人たちが呼ばれて、でデジタル時代のものを描くというのはこういうことですってことを学ん で, でその人たちが本当だからデジタル時代の新しいものづくりの最先端行っちゃった。でそのキャンプアドビーっていうイベントを今我々がこうパソコンから iPad とか iPhone のモバイル機器に移ってる時代にもう一回再現しようっていってキャンプアドビー2ってやったのがこのメイクイットモバイルで、で、まあ、iPad Pro で Apple Pencil で出てきたんで、それを使って世界中のアーティストたちに、まあ、今アドビーがすごいクリエイティブクラウドモバイル版頑張っていて、ね、モバイル版に限っては月々いくら払わなくても試すことができる、それを使ってうまく作品作りをしていきましょうって言って、みんなセントラルパークとかで写真とかを撮ったものを、素材集めした後にクーパーヒューイットミュージアムというか貸し切りしていたというか、そこでいやみんな地下でこう一日クリエーションして、さっきもそのアーティスト一人に言えたけど、でわずか1日半でこの作品を作ってしまったっていうのは、まあ、これ閉じてまとまってちょっと中見てみます。こうやってね、このケースも結構取ってるんですけど、これはじゃあセントラルパークの、多分セントラルパークで撮った写真に桜の、これはこれはこれでアーティストの方の名前がジェマ・オトライン。ここに面白いのは何のアプリ使ったかですね。スケッチとミックスとフィックスと CC 使いましたと。全部モバイルだけ。モバイルアプリでこれだけデスクトップっていうか。もうちょっとちょっとパラパラ見ていきますけど、これはこれは説明です。説明だな。こういうアプリがありますね。でも一回あるんだけど、実は日本からも一人だけ参加していて。すごいね。なんか。違いますね、普通の。これが牧香織さんって言って、日本のアーティスト。これ本人なんだよね、これ。じゃないんだよ。こういう方の。これすごい面白いストーリーは、彼女はリハンスの作品をアップしていたんですけれども、春のアップルのクリエイター内装を彼女が、オーダーを直接受けてアップルストアの、内装を彼女が手掛けた。なのでモバイルアプリを使ってビハンス作品を公開するっていうワークフローが、なんか代理店とかエージェントを使ってではなくて、直接その企業とか広告の、起用したいっていうのが入るっていう世界にすごくデジタルっぽい新しいクリエーションの流通が始まってるんだなということが分かります。いい話ですね。もうこれで記事は書かないんですか？だってもう120% やっちゃってるし。じゃああとこれについての詳細は概要欄で小暮さんがのびさんのツイートをまとめます。まとめ、はい、まとめサイトで すごいな。フィファやるよ。フィファのチーム見せる。急に生き生きして生き生きそこ